方向とは、国家や朝廷のために一心を捧げて尽くすこと。天じで、特定の主君、主人のために尽くすことも指す。元は、国家の公家ごとを奉奉仕することを指していたが、後に、天皇や上皇、摂関家といった、特定の人物や家に奉仕することも指すようになった。武士が台頭すると、主君、主人に対する奉仕を意味するようになり、ご恩とともに、 主従関係を構成する要素として考えられるようになった。鎌倉幕府は御恩と方向の関係のもとで成立した政権であったとされる。鎌倉幕府を創始した源頼朝は伊豆国で挙兵して鎌倉を本拠地として関東地方を支配下に置いた際に頼朝の留任時代あるいは挙兵当時から従っていた家人的な従者と 関東平定時に従った加齢的な従者によって軍団が形成され、幕府の成立とともにそれは公的な主従関係へと移行した。鎌倉殿と称された頼朝に従った武士たちは、御家人と称され、守護、自党への部人、朝廷の官職への推挙、本領安土や、親恩給与などの権利保護などの御恩を与える代わりに、御家人に対して、 軍役をはじめとする御家人役の形によって、忠誠と方向を求めた。御家人の方向は、向上的な義務とされ、これを怠った場合にはそれまでの各種の御恩を剥奪された。その一方で、鎌倉殿の御恩は御家人の現状を維持するのみでも、成り立ち得たため、実質的には、鎌倉殿は御家人との間で、偏無的な主従関係を結ぶことができた。その後、 鎌倉幕府の支配が日本全国の武士に向けて広がっていく一方で、現氏着流の断絶によって、鎌倉殿と御家人との間の個人的なつながりが、希迫となると、組織としての鎌倉幕府と御家人との間の、御温度、方向へと変化していき、また本来は、鎌倉幕府に仕える、御家人であった北条氏が執権として、幕府の実権を掌握すると、その内容も、 希薄化していった。特に、北条氏の着流である特捜との間で、御恩と方向の関係を結ぶおうち人が、幕府内部にも進出してきたことは、その傾向に拍車をかけた。鎌倉幕府の法律書である、佐田見連書には、戸山社将軍家方向児童御家人とおとなり、おうと長さが主伝後内方向人事なりと記され、鎌倉伝と、 御ーと方向の関係にない売信であるおうち人が、幕府で一定の地位を占める現状を示している。だが、それによって、戸様として幕府の中央から排除された御家人たちの不満を高め、鎌倉幕府の滅亡をもたらした現行の乱の際には、多くの御家人は中立もしくは倒幕側に回り、北条氏並びに同志とごーと方向の関係にあったおうち人が、 幕府の滅亡と運命を伴いにすることとなった。なお、北条氏におけるおうち人と同じようにそれ以外の御家人にも御恩と奉公の関係にある従者は存在していた。だが、その多くは私的関係に留まっており、幕府や北条氏における従者との主従関係と比較するとより従属性の強いものであった。その後も奉公の概念は継続されるが、室町幕府期には、 ご恩と方向の関係は、総務的に近くなり、反対に、江戸幕府期には、朱子学の影響によって、偏無的な色彩が強まるとともに、民間の商人や農民の間でも、方向人と呼ばれる身分が成立するようになった。ありがとうございます。